おや、聖バレンタインデーのチョコレートですか。確か日本ではそのような風習なのですね。もちろんありがたくいただきます。ちょうどよかった、私からもマスターにプレゼント。今回の召喚では連れてこられませんでしたが、私の相場はベイヤードという馬でして、祝福を授かったかの馬はどんな攻撃でも一度だけ弾き返す、そういう特性を持っています。こちらは彼のたてがみを少し分けてもらってアクセサリーとして加工したものです。マスター、旅には常に危険が伴います。もちろんそのためにサーヴァントがいるのですが、彼らですら手の届かぬ不運が生じることもありましょう。その際、このたてがみが守ってくれるようにと我々が祈りを込めました。え？ああ、私とジャンヌ・ダルク殿。自分は成人ではないと多少嫌がっていましたが、マスターのためならと天草四郎殿、マルタ殿、現状三蔵殿、ああ、それからなぜか清姫殿も。申し訳ありません、冗談ですよ。どうぞお受け取りください。いいえ、こちらこそ大変良いものをいただけました。